今日はですね、トップウォーターシーズンということで、モーリッシュマウスを作っていきます。ディアヘアのボディに、テールはラビットストリップ。背中にはフォームがついているハイブリッドフライになってます。浮力も抜群で、引き波も立つ。そして、ポッパーのようにね、ポッピング音も出せる万能フライになってますんで、ぜひですね、作っていただければと思います。じゃあやっていきましょう。まずはモーリッシュミノのテールからやっていきたいと思います。で、テールラビットストリップですね。で、使うフックに合わせてテールの長さを決めます。だいたいシャンクと同じ長さですね。あまり長すぎるとキャスト時に、ね、テールがフックに絡んでしまうんで、まあ、基準としてシャンクの長さくらいですね。あとは少しね、シャンクに巻きつけるんで少し長めにカットしていきます。まずはテールをカットして、尻尾の先っちょだけね、ファーを残したいので、尻尾の先だけをファー残して、あとは一旦カットしちゃいます。短くカット。短くカットしたところでカミソリでね、やるのもありだと思うんですけど、今回はライターですね。ライターで短くカットしたファーを炙っていきます。そうすることによって皮だけですね、スキンだけが残るようになりますんで、ライターで軽く炙っていくと、はい、これでテール OK です。あとは次はフォームですね。フォームをカットしていきましょう。今日はワプシの 3mm のフォームを使います。まずはハサミでカットして、次にですね、今回ちょっとモーリッシュミノンはシャープなイメージを、シャープなフライのイメージをしたいと思うので、テーパーですね。テーパー状にフォームをカットしていきます。ちょっとあれかな。テーパーをきつめにした方がシャープな印象になるかなと思うんで、きつめなテーパーで。やっていきます。こんな感じですね。じゃあ早速フックの方に、ね、取り付けていきましょう。バイスにフックをセットして、スレッドで下巻き、フックポイントあたりですね、で下巻きをするような形でいきます。下巻きをしたらテールですね、テールを取り付けていきます。で、次にフォームですね。テールが付け終わったらフォームを付けていくと。で、このモーリッシュマウスなんですけど、ポイントの上あたりですね、バイトマーカーと言われるものが定番でついてますんで、今回はアイスダブを使ってバイトマーカーとして、ね、ここにポイントをつけてから、その後でギアヘアをその前に巻く感じでやっていきます。
からシャンクの方にですね、少しボリューミーな形で取り付けていきます。でアイスダブ取り付け終わったらフィニッシュを一旦してスレッドの方をねゲルスパンの方に変えますんで、ゲルスパンですね。この瞬間つけないとゲルスパン PE 素材ですんでほどけてしまいますので、必ず瞬間をつけてからゲルスパンのスレッドを固定するようにしてください。次はリアヘア巻いていきます。まずですね、リアを適量切り出して、コームですね、くしでアンダーファーを、ね、取っていきます。結構リアの種類によってはアンダーファーものすごい出ますので、これはきれいに、ね、取り除いてあげるといいかなと。このような感じでアンダーファーですねの方が出ますんで、これはコームで取り除いてあげると。で次にヘアスタッカーですね、ヘアスタッカーの中にリアヘアを入れて机に、で集合住宅をお住まいの方なんかはね、手でもいいと思います。これだけでも十分毛先揃いますので、叩いてあげたらゆっくりと引き抜くと毛先が揃っていると。で毛先を毛先の綺麗な状態ですね。で毛の根元の方はね必要ではないので、この状態でシャンクの方に巻きつけていくと。じゃあですね、ディアヘアを巻きつけていくんですが、モーリッシュミノー、あ、モーリッシュマウスですね、毛先がテールから短くしていって、フックアイの方に行くに従ってね、毛先の方徐々に、ね、テーパーをかけてね長くしていきたいのと、あとはこの毛先っていうのはできるだけ残したいんですね。なので毛先をフックシャンクの上の方に留めるようにして、毛の根元ですね、毛の根元をフックのお腹側ですね、ベリー側に持っていくような感じで巻きつけていきます。大体これぐらいの長さですね。なのでもう少しね、不要な部分根元はねカットして短くしていっちゃいます。で短くしたらこのままスレッドで巻きつけていくと。2回ほど巻きつけたら徐々にですね締め込んでいって、フックアイのフックアイじゃない、ディアヘアの先端根元の方までスレッドを回していくと。最後にフォームをかぶせるんで、できるだけですね真ん中の方は、真ん中の方のシャンクから見て真ん中の方のヘアはサイドに寄せてあげる感じで留めていきます。こうですね、次のその前にヘアパッカーで少しね、ヘアを押しますんで、瞬間をスレッドに軽くつけて
ヘアパックで軽く密度を上げるわけではないので、少しですねヘアパックで押してあげるといいんじゃないかなと思います。じゃああと3回くらいですかね、3回か4回ディアヘアをね巻いていきます。どうしてもこの毛の根元をあまりね長くしてしまうと、最後の仕上げの時にこの毛の根元までね目立ってしまうので、もし長すぎるなと思ったらこのディアヘアを止めている時点でねカットしちゃってください。お腹の方はカットしないでいいです。背中の方だけをカットするような感じ。することによって毛の根元っていうのがあまり目立たずに、仕上がりの際ですね目立たずにできていくと思います。OK、 これでギアのスピニングが完了ですね。一旦ゲルスパのスレッドをフィニッシュしてカットしちゃいます。でカットする時なんですけど、このシザースもいろんなものをカットしていて切れ味が悪いんですけど、ゲルスパンのスレッドってなんかよく切れるハサミじゃないと切りづらいとかっていう方結構多いと思うんですけども、そういった場合ですね、ハサミでこうスレッドをカットするんではなく、ハサミですね、先を少し開いた状態でスレッドをかけます。でスレッドを手前ですね、自分側にちょんと引っ張っていただくとね、綺麗に切れるんではないかなと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。じゃあですね、ディアヘアの方を次はねカットしていきます。で次はですね、ディアヘアのカットですね。お腹部分をカットして、背中部分はこのままで、でヘッドの方ですね少しカットするような感じでやっていきます。まずお腹の方ですね、まあこういう2枚刃のカミソリを使ってサクサクと、ただバスバグのようにシャンクギリギリまでカットせずにふわっとですねカットしていくのがこのフライのポイントかなと思います。次にヘッドですね、ヘッドのところを短めにカットしていくと、カットが終わったらスレッドをフックアイのところですね、下巻きをして、フォームを止めていくと。でフォームを止める際に毛先ができるだけ折れないようにですね、分け目を作ってあげて
フォームをかぶせていくと。少しま整えて。